プリーストのアプローチは手遅れになるかもしれない。コーション、オーバーセイムポジション、セイムラスキュー。ユニットホール。政治的判断や安全保障体制の建前やいろいろあって、結局在日米軍基地ともリンクしているような感じだ。あんた聞いてみろ。その代償は例のスクランブルサーミットことだな。犯人はドイツにある情報サービス会社の経験をやアメリカの大学のネットを経由し、在日米軍基地のシステムに潜り込む府中 COC のメインフレームを通して幻の爆撃を演出してみた。そういう仕方だ。原理的には可能でも、実際問題としてできるの、そんなことは。現行のバッジは1991年に旧システムを一新したものだ。処理速度の向上を図って、去年ソフトを書き換えたばかり。その計画に関わった技術者の中に、奴らの審判が来ないました。今回の真相は公表されてきない。政府の防衛庁もバッジにハッキングされたなんてことは公にしたくない。またしてもドローンかかるのだ。それに真相を解明する前に次の状況に移るとしたら事実そうなしな。告げについて高村さん、告げがあるもんと外略ぐらいはね。多目的歩行機械運用研究準備会だったな。レイバーの軍事的価値にいち早く注目し、様々なシミュレーションモデルによってその有効性を実証。自衛隊技術研究本部と民間企業との連携に多大な成果が上がった。会の中心人物の名前から通称スゲガ。 PKO へレイバーの派遣が決まった時、彼が志願したのは自分の理論を実践してみたかったからなのかもしれないな。レイバーの運用に最も向かない高温体質の熱帯魚に十分なバックアップもなしに単独で投入された機械学隊がどうなのか。Thank you.
それでも彼は言った。なぜだかな。その前、警視庁レーダー隊創設直前、レクチャーを受けるための本庁から一人の警察官が菅学校に派遣された。長野市彼女は菅学校の優秀な生徒であり、そして菅本人の最高のパートナーだった。まあ、ちょっとした不祥事があって記録には残ってないんだけどね。ただまぶわれとことんはならない、そういうこともあるさ。彼に妻子がなければ、それで済んだかもしれない。調べたら、当時本庁の卵なら誰でも知ってるさ。俺みたいな男がね、同僚の過去を調べるなんて願いすぎだ。どうやめ、まあそういうことにしておこうか。警察ってとこはそういうのにうるさいからね。本来ならキャリア組として警備部のエリートコースを歩むはずだった彼女は埋め立て地に島流し。それが理由なのか。さらに隊長、しかし派手だな。あんたたちの制服は中年には酷な服さ。私服のあんたが羨ましいよ。何、これはこれで苦労があるのさ。地味ならいいってもんでもなくね。敵とは異なっていながら、しかも目につきにくい服装ってのは難しいのさ。俺の仕事ではそれが特に重要だね。なるほど。じゃあねえ、ヤツの最終的な目的って何なのかな。ヤクザ一人で戦争でも引っ張り目をってのか。戦争だって、そんなものがとっくに始まってるさ。問題なのはいかにケリをつけるか。警察官として、自衛官として、俺たちが守ろうとしているものってのは何なんだろうな。前の戦争から半世紀、俺もあんたも生まれたこの方は、戦争なんてものは経験せずに生きてきた。俺たちが守るべき平和だが、この国のこの町の平和とは一体何だ。かつての戦国戦とその敗北、米軍の占領政策、ついこの間まで続いていた核抑止による冷戦とその代理戦争、そして今も世界の大半で繰り返されている内戦、民族衝突、武力紛争、そういった無数の戦争によって合成され支えられてきた血まみれの経済的繁栄、それが俺たちの平和の中だ。戦争への恐怖に基づくなりふり構わぬ平和、正当な対価をよその国の戦争で支払い、そのことから目をそらし続ける不正義の平和。そんな気の臭い平和だな。それを守るのが俺たちの仕事さ。正義の平和がどうと、正義の戦争よりよほどマシだ。あんたが正義の戦争を嫌うのは多くわかる。かつてそれを口にした連中にろくな奴らがいなかったし、その口車に乗ってひどい目に遭った人間のリストで歴史の図書館がいっぱいだから。だがあんたが知ってるはずだ。正義の戦争と不正義の平和の差はそう明瞭なものじゃない。平和という言葉が嘘つきたちの正義になってから、俺たちは俺たちの平和を信じることができずにいる。戦争が平和を生む、平和はまた戦争を生む。単に戦争でないというだけの消極的で空想の平和は、いずれ実態としての戦争によって生み合わされる。そう思ったことはない。その成果だけはしっかり受け取っていながら、モニターの向こうに戦争を仕込む。ここが戦線の単なる後方に過ぎないことを忘れる。
いや、忘れたふりをし続け、そんな疑問を続けていれば、いずれは大きな罰が下される。罰？誰が下したんだ？神様。この町では誰もが神様みたいなのか。見ながらしてそんなのでいい。その手で触れることの時にはあらゆる現実をし、何一つ知らない。神がやらないと人がやらない。いずれは俺たちが役に追いつけない。飛行隊に飛行禁止命令が出たのは知ってるのだ。今から30分前、青森県警が抗議のため車で東京へ向かおうとした基地司令を事情聴取のために連行したそうよ。しかも基地ゲート前でね。あそこの本部長は警備部時代から相当な保守巾着と言われてたのことだな。それにしても無茶しないながら自分の家の玄関でそんな名前を恐れて黙ってるかどうか。ミサー基地は現在外部と日本周辺を捕獲して実質的な乱情になってた。そんな時にあなたは一体どこをついてたの？純大使とはいえ無断外出で持ち場を離れ、報告兵の迎えまで出させるなんてどういうつもりなの？裏でこそこそ動かなくて、あの人の約束なんかどうでもいいってことなのね。ごめん、この通り。でもさ、あの荒川に会いと言ったら許可してくれた？するわけがないでしょ、あなたとは。それによりにもよってこんな情勢下に自衛隊のそれも情報関係の人間と警備部の人間が密会するなんて。何するだろう。何ですって？ねえ、落ち着いて考えてごらんよ。今俺たちが何をするべきなのか、それぞれの持ち場で何かしなくちゃ、何かしよう。その結果が状況をここまで悪化させた、そうは思わないか。でも毎日の時間で対応できるようにやれるだけのことは言っておく必要が。毎日の時代って一体何だよ。誰もがまさかと思い、同時にもしやら疑いしているのね。あのベイビリッキーラーでね、この間の不安なことなんていい例だ。普通の航空司令は撃墜命令なんか出しちゃったって言うじゃない。ああ、泣き親父、この機会に点数を稼いで警備部の権限を拡大しようってからだろ。こんな情勢下に警察がその矛先を自衛隊に向けたら、次の行動をもし今回の事件の首謀者だとしても返した戦略から、わずか一発のミサイルでこれだけの状況を作り出し、しかも事態はまだ進行中だ。やっぱり下の出動やめようよ。私だって行きたくない。でも警備部長の正式な出動命令なのよ。うちの正体動かないよ。課長代理として命令することもできるのよ。してみれば命令。結構。では第一正体もこれより独自に行動します。私もたった今から課長室の方へ移りますから。いや、あのしかし忍さん、私物はあとで取りに参ります。失礼。そんな、ねえ、そんなことしたって俺絶対に行かないんだから。今、頑張った。
動戦争だが、どういう感じだ。あ、レイバーだ。なんで寝てんだままなんだ。わけを言ってまいる。ああ、これですか。故障ではあります。何、故障？特殊ニカは故障したレイバーを担いで出動するのか。嘘をつくな。本当です。よし、だったら立っているだけでもいい。デッキ役したまえ。お言葉ですが、何せ故障中ですので、万一倒れるようなことがありますと、テレビを通じて全国に警備部の恥をさらすことになりますが、それでもやりますよ。これは現場指揮に対する明白なサボタイ。警備部に報告する。覚悟しておけ。はい、後藤。古文の勇み足で引き込みがつかなくなって頭に血が上がったのさ。バカな親分の下にいると苦労するよ。僕らも同じだな。悪い状態なんてものはない。あるのは悪しい中だけだぜ。各の同僚の責任を取ることで自治会軍のバブレーションから歴戦に辞任したい。本当か。30分後前だ。時期に及ぼされた。連中これで天下あるベイビーリッチの意見をばらす問題だ。恐らくここまで通じて立たとなら、米軍が何の気が大事かするままだ。真相を公表するタイミングを意識されたりならず、事態を収集するチャンネルも消えちまった。また一つ宝が荒れたのだ。おい、聞いてみるのか。ああ、聞きたくなくなってきたかな。聞いてもらうだ。ここまでが問題なんだ。政府は自分たちのことは頼まないので、ここまで事態を悪化させた警察を謝罪なしている。シナリオは変えずに主役を交代することにしたため、お前、まさか、そのままだかな。舞台はミスキャストといっぱい、誰もその役を望んでいないのなら、素敵な話じゃないか。これが大阪のシビリアンコントロールの仕上がりだ。すべては己の前、自分のことを失ったのが同じルールで、今度は俺たちがどんな戦争をするのか、それを見たがっているのかもしれI'm gonna go!
はい、局長に入った。後藤さん？ああ、松井さん。元気じゃないが、まあとりあえず息災行ってておくかな。そっちの様子はどうだい？今のところ平成だけどな、都内に入った部隊の中に、すげえの意味がかかった部隊が紛れ込んだときじゃ、いつ何が起こるか分からない状況だ。今だと、富士山の郊外、新帝都郊外って飛行船が引っ張ってるとこさ。飛行船？何なんだよ。あらかじめの資料にあった連中の鉱山組織、東亜安全保障って会社を合わせて立て上がってね。誰も大してだけど、1年前に倒産寸前だった会社を買収して経営者を送り込んだ。半年前にアメリカ製の飛行船を3機購入。この間から都内で飛び回ってるから、ちょっと気になっててね。あれか、しかしよく調べたね。犯罪の陰に女と金、女は専門外なんで、金の流れを追いかけてさ。お偉いさんたちは、告げの暴走に恐れを増して店を畳んじまったが、銀行や税務署の記録は消せないからね。どうやって見たの？営業上の秘密ってやつさ。まあ、軍人さんには無理だけど、いたいた。どう見ても片には見えないのは、ヤバさんのぶら下げてるぜ。あら、いたと。それと、例のベイブリッジ爆撃の1週間ほど前だが、この会社相当大きな買い物してるぜ。なんだかわからんが、同じものを3つ、すげえ金額をアメリカに送金してるよ。まあ、なら3つか。さあね、ここは横田からも近いし、米軍経営や税関ももうチェックだからね。直接調べるしかないね。まさか登り込まれたんじゃないだろうね。警察官のやることじゃねえ。例の特殊事件のことって隊長とつるんで、捜査官刑事。ですか。無言の接触は可能な限りさせるとの話だが、連絡させておくんだから、どうせな、何をする事件がないぜ。やれ。でも今夜のうちに連絡を取りたいとかで、ニカの方へ電話したらこちらへ向かった。分かったわ。ありがとう。書類と着替えを取りに来ただけで。